皆さん、こんばんちは、たかのりです。以前からですね、コミュニティの方で、雨天の場合ドラムちょっと、中止しますみたいな感じだったんですけど、まあ、それはですね、本当に皆様にね、全然お見せできるようなね、太鼓が叩けないんでね、はい、そんな感じだったんですけど、で、前回ですか、カメラアングル変えましたって時にね、ちょっとだけ叩いたんですけど、ですね、それはですね、ある一個の楽器だけね、あえて意識的に使ってなかったんですね。それはですね、ハイハットですね。ハットはね、まあ、2枚のシンバルをね、こう上下に挟んで、これ足で踏んで、こう上下するような楽器なんですけども、これがまあ、踏めないってことでですね、これをですね、どれだけもう全然踏めてないのかっていうことをですね、あえて皆様にね、もう見てもらおうかということでですね、今日はカメラを回しております。はい、というわけでですね、もう本当に本当にね、ふざけなしですからね、思いっきり僕の中ではすごく踏ん張ってるつもりなんですが、一回ねハイハットを使って少しだけやってみようと思います。はい、というわけでですね、もうね、ガバガバなんですね、音がね。これはね、もう、とてもね、まあ、こういうね、ワイルドな曲でガンガンこう、あえてね、ハーフオープンなんかでやる場合には問題ないと思うんですけどもね、やっぱタイトな音が欲しいときは全然、音がうるさいんでね。でもこれ、ちょっとね、裏技がありましてですね、ちょっと裏技やってみようと思います。はい。はい、無理やり手で押さえるっていうね。これだと多少ね、タイトな音がチチチってね、なって、まあいいかなと思うんですけども、これはなかなか僕にはね、ちょっと、叩きこなせる、あれはないんでね。僕の、友達ドラマのですね、カトリック・セスナ君なんかは、ね、この、ね、技法をね、もう何だと、叩きこなしてしまうんですけど、はい。セスナ君のね、YouTube ね、概要欄に貼っとくんですけども、最近なんか猫ちゃんの動画が多いなって思ったりするんですけど、はい、頑張ってますか。はい、はい、というわけでですね、今回はですね、ちょっとハイハットが、まあ、現状ね、こんな感じになっちゃってるんで、これからまたね梅雨ですよね。めちゃめちゃ、憂鬱ですけども、まあ、ゆっくりね、僕のペースになっちゃいますけども、やっていこうと思うので、皆様よろしかったらですね、見守っていてくださると嬉しいと思います。はい、はい、というわけでですね、本日もご視聴ありがとうございました。いいね、悪いね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。車椅子ドラマ高典でした。ほいじゃあ。